はありませんでした。今年のロッテルダムの世界選手権では団体競技が行われてきます。ロシアのゆかです。ナビエワ、デメンティエワ、そしてアファナセワという3人です。15歳の2人が1番手2番手を務めて、3人目に北京オリンピックを経験しているアファナセワがロシアチームを締めくくってきます。日本との差は 37.75。 仮に1人1つずつ失敗があったとしても日本は捕まえられる点差にあります。ロシア、この選手もすごいパワフルな演技をしますのでご注目ください。ひねりを加えての前方抱え込みのあるは場外に大きく出てしまった。高さと回転力があってすごかったですね。3回ひねり、はい。ロシアゆかのトップバッター、ナビエワ、最初のタンブリングで大きなミスがありました。チームで戦うときにああいったラインオーバーも非常に僅差の戦いのときには重要になってきますので、はい、少しもったいなかったですね。ここは着地は綺麗です、はい。2回ひねり C 難度でした。こういったジャンプとか時の手先まで意識ができるようになればもう少しこういいんじゃないかなと思います。フィニッシュに向かいます。後方の抱え込みのダブル、はい、D 難度です。これでですから、もし1本目のタンブリングも成功していれば、ダイビング前宙、それから3回ひねり、はい、2つの E 難度があったということになります。少し動きとか着地のところが雑に見えましたけども、はい、ただどうでしょう、15歳、うん、まあ、この後ロシア代表シニアで勝ち取ってくると仮定をして、世界の中で感じるこの選手の可能性というのはどういうふうに感じてますか？そうですね、パワフルな演技とか技とかはもう十分ですので、はい、あとはこう細かい動きだったり美しさをもう少し求めていけば世界でも活躍できると思います。もともとこのロシアはもう一人レミア・ミシュナという16歳の選手がいて、その選手が昨日の前日練習で怪我をして、このナビエは床に関してはこのジャパンカップ団体戦では急遽出場という形になりました。そういったメンタルの面では厳しかったかもしれませんが、はい、まあ、一番手なんとか演技してくれました。第3、日本はロシアの点数を待っているという状況です。ナビーワの床13点台です。 5.2 という D スコア、そして E スコアは 8.250、 もう一つ伸びがなかったかもしれません。 13.150 です。やはり技の後の着地のところでの減点積み重ねが E スコアに響く。